こんにちは。タロット占い師のポールです。えー、今日はタロットカードの性別というね、儀式をちょっとやってみたいと思います。性別というのはタロットカードをお清めする儀式ですね。お清め、まあ、きれいにする、浄化する、うーんまあ、そういった儀式になりますが、えー、タロットカードをね、新しく買ってきて、まあ、すぐ使う というよりもね、まず使う前にカードをね、一枚一枚きれいに浄化をしてから、えー、使ってみようと。まあそういうことです。まあ特に必須の儀式というわけでもなくてね、まあ自分の中で気持ちよく使いたいなと。まあそういう、まあそんな感じのね、儀式なので。まあ、でも、まあそういうことやっておくとね、気持ちよくカードとね、こう触れ合っていけるとか馴染んでいけるので、 まあ、おすすめの儀式ということになるよね。まあ、ぜひやってみてください。まあ、他にもね、まあ、買ってきた時だけじゃなくて、まあ、しばらく長いこと使ってなかったとかね、あるいはずっと使ってて、ちょっと汚れてきちゃったなとかね、えー、あるいはちょっとヘビーな相談を受けて、まあ、ネガティブなエネルギーを受けちゃったなとか、まあ、そういうような時に、浄化作業としてね、性別っていう儀式をやっておくと、またすぐね、気持ちよく使っていくことができるみたいな。 そういうこともあると思うのでまあいつやるかとかそういうこともねまあ自由なんだけど、えー、まあとりあえず一番最初にね本当に買ってきてすぐ、うん、にやるというのはおすすめです、えー、でまあやり方はね私の場合、まあ、やり方も本当決まりは特になくてね、まあ、自由にやればいいんだけど、まあ、自由といってもまあなんかどうやっていいかは分からなかったりするかもしれないね、まあ えー、まあそういういろんなやり方の一つとしてね、まあ、参考にしてもらったらいいと思うけど私の場合はまずお香ですねコーンインセンスまあお香インセンスを買ってきて、えー、そのお香のお香を炊いてねお香の煙で浄化するみたいなそういうやり方をしますでお香についてはね別にまあこういうタイプの、ね、コーンインセンスでなくてもいろんな、まあ、スティック型でも何でもいいんだけどね えーまあ、こういうやつが使いやすいので私はコーンインセンスがおすすめだと思います。で、これちょっとね、昨日買ってきたんだけどね、<laughs> えー、100円ショップで買ってきた、まあ、100円ショップとかでも普通に売ってるしね、えーどまあ、お香の入手に関しては特に困ることはないと思いますで。香りなんかもね、自分の好みの香り使ったらいいと思うけどね、ちなみにこれ買ってきたのは、えー、ホワイトセージって書いてありますね。ホワイトセージって 書いてある、逆だ。あれホワイトセージって書いてあるインセンス、はい。いい匂いがしたね。こうやってちょっと箱をパカパカやると匂いがするけどね。いい匂いがしたので買ってきました。ちょっと開封してみましょう。まだ袋入った状態です。これちょっとね、チョキチョキして。開封してみます。 10個入りって書いてあったけど、どうかなあ、ちょっと数えてみる。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つトト、ちょうど、ちょうど10個入ってたね。めちゃめ、きつい。<laughs> 直接嗅ぐときついぐらい。めちゃめちゃいい香りします。 で、まあ、この袋の中入ってたんだけど、こういうね、なんか金属のもの入ってる。これ多分ね、えー、お香をこの上に置いて炊くための台だと思うんだよね。まあ、こういうのあるので、こういうのを使ってもいいと思います。まあ、でも熱が出るので、あの、安全な場所。例えば、まあ、ここにちょっとたまたま、えー、これはコースターね。コーヒーカップとかを置くコースター。この上にこんな感じで置いてやったら、 まあ、下がね、熱が出ても大丈夫だと思うので、こういう感じでやったりとかね。まあ、早速これ使ってみる <laughs> それとか、例えば、私今たまたまちょっと用意しといたんだけど、これね、こういうお皿があります。これ、なん、のお皿かよくわかんないけど、家にあったんで <laughs>。ていうか、いつもお香を炊いたりするときよく使ったりするやつね。で、この中にちょっと灰が入ってたりして、で、これを、まあ、この中にこうしたに置いて、これは今日使わない。えー。 で,で、早速炊いちゃいましょう。このお香一つ用意して、三角形のね、コーンインセンスです。めちゃめちゃいい香りします。で、ちょっと普通のライターですが、まあ、普通に、まあ、てか、できればこれ、ろうそくかなんか炊いてね、もうちょっと雰囲気出した方がいいかもしれないけど、まあそこは自由にやってください。火がつかない。で、これで、 もう全然こだわりはないですよどういうつけ方をするとかどういう消し方をするとかねよく吹いちゃいけないとかよく言うけどそんなのも気にしないついたかちょっとちょっと弱いので <laughs> ちょっとねつけ方が弱かったら途中で消えちゃったりすることもあるので よく、ちょっといぶしておきます。もう大丈夫でしょう。めちゃめちゃ煙出てますね。煙、煙、煙。私普段あまりこの、お香は実は使ってないんです。本当はね、占いするときにこうやってお香を炊いてやるのが雰囲気も出ていいしね。まあ、作法としてね。煙、煙。あったはがいいんだけど、毎回炊いた方がいいんだけどね。 ただ、あんまりこう炊いてると、私、家にパソコンっていうか、ここまあ、ここにね、デスクトップパソコン置いてあるんだけど、まあそ、その中にね、煙が入ったりすると、故障の原因になったりするので、ハードディスクとかね。なので、普段はあまり使ってません。時々 <laughs>、リフレッシュするために、お香を炊いたりしますけどね。煙。<laughs> えでは、ね、カードを使いましょう。えー、生物していきますが、 普段使ってるカードは私これね、えー、これはユニバーサルウェイトなんだけど、まあこれちょっと今日は使い、これはいつも使ってるやつで、実は言うとね、ちょっと新しく開封したというか、まあ以前だい,だいかなり昔に開封してあったものだと思うんだけど、ずっと使ってなかったカードが2つあって、まあいくつかあって、<laughs> そのうちの2つを今日はちょっとね、性別しようかなと思ってるんだけど、実はこの2つのカード、ね、こんな感じの、 えー、まあ、背表紙はこんな感じで、このね、実は中身全く一緒なんだけど、絵柄がねあの、真逆になってんだよね。ちょっと、ちょっとだけ紹介しておくと、魔術師のカード、これね、えー、こんな感じで、両方とも同じ絵柄だけどね、白黒が反転してるんだよね。な、うん。えー、何ていうカードだったっけエジプシャン。 エジプシャンカードとかいうタイトルのカードだと思うんだけどね、えー。これです。先生タロット入門っていうね、唐島よしおさんだったっけ唐島よしおさんっていう人が、えー、まあ執筆したというか、まあ監修したというか、の、えー、カード、カードと解説書のセットなんだけど、ここにね、エジプシャンカードって書いてあるんで、まあエジプシャンカードなんでしょう。 こっちのこれについてた付属してたカードが多分この黒い方でねでもう一つ同じ人が書いた本で違う本があるんだけどねこれはタロット占いの秘密カバラの秘境術みたいな本があって、まあ、これに付属してる方はこっちの白いカードだったりするんだよね なので、まあ、こういう2種類があるけど、中身は全く一緒です。で、あまり使ってなかったのでね、ちょっとこれを1枚1枚浄化していきたいと思います。まあ、じゃあこの白い方からね、白い方を、まあ、やり方はそんなこだわりないんだけど、こうやって1枚ずつね、カードを見ながら、カード見ながらね、こうやって、こうやって、煙の中をこうくぐらしていくと。はい、こんな感じでね。 こんな感じでくぐらしていきます、うんまあ、こうやってやっていくとね、まあ、カードを見ながらね一枚一枚そうすると自分の中にもこうカードが浸透していくしカードをこうやって浄化していくことになります、うんえーまあ、新しく買ったばかりのカードはね、えー、新品で綺麗だと思うかもしれませんが まあここに届くまでの間にねいろんな人が、まあ、製造過程とかでもねいろんな人の手が触れていたりするので、まあ、そういう手が触れることによって、まあ、いろんな人の念がこもったりとかねいろんなものを拾ってきたりしてしまう場合もあるわけです、まあ、人が手を触れなくてもねその辺にいるね、こう浮遊霊とか自爆霊とか <laughs> 工場の、ね、機械に取り付いているたその工場の機械例とか <laughs> よくわかんないけど <laughs> そういうものがね カードに染みついていたりする可能性もあるので、まあ、そういうのをね、えー、全部浄化してきれいな状態ねまっさらな状態にしてあげるとそれで自分だけのタロットカードにしていくっていうねそういうことですこんな感じで78枚のカードね全部浄化していきます で、まあ、終わり方とか特にないです。<laughs> えー、こうやって、自分で納得できるまでこうやってね、カード一枚一枚浄化していって、で、それから、占いに使ったりすると、そういうことです。まあ、私も、これだけ、そんな複雑なことはしません。特にこだわりもなくね、まあ、こういう儀式をやったなと、そういう、まあ、 そういういことで自分の中で納得させて、えー、浄化して浄化を完了しております。まあ、こうやってねお香を炊くってこともね実はいろんな意味があったりするんだよね。うん、例えば煙はこうやって出てくる煙はね四大元素のエアー、えー、空気だね木,木の元素に対応していたりとか、えー、このカップねお皿みたいなものは当然 ま、タロットカードのカップ、カップだから、ウォーターね、ウォーターに対応していたりするとか、うーん、あ、ね、こうやって燃えてる火だよね。火は当然、ファイヤー、つまりタロットカードのワンドだよね。ワンドに対応している。そして、アースはどこにあるの <laughs> アースはこのお香そのものかなそれとも、この台座とか、ね、コースターの台座とか、あるいはここにある灰とか、何が、 何がこう、アースを意味してるのかよくわかんないけど、ペンタクロスね、アースっていうのね。まあそういう四大元素がここに、まあ、集約されてるというね、そういう魔術的な意味合いもあったりするみたいですよ。詳しいことはよく知らないですが。<laughs> まあ詳しい人はそういうことも意識しながらやるのもいいかもしれませんね。ちなみにこのエジプシャンカードね、えー まあ、こうやって新しく買ってきたみたいなこと言ってるけど、買ってきたわけじゃなくて、なぜか家にあったというか、<laughs> 私も自分で買ったのかどうなのかちょっとよく覚えてないんだけど、一つは、あの、昔ね、お付き合いしていた、まあ、人がいて、<laughs> えー、タロット占い師のね、エオラさんっていう方なんですが、まあ、その方がね、えー、占い教室みたいなことをやってて、 でその占い教室の生徒さんにね、えー、教材として分け与えていたカードが、このエジプシャンタロットカード、まあこのほ書籍とのセットのね。うん、で、まあ、そのエオラさんがねな、なんか知らないけど、もうい,いらないのかなんのか <laughs> あの、持ってってくれみたいなこと言って、まあ私にね、くれたんだよね。なので、同じその、 このね、タロットカードは実は2、3個あるんだよね。えー、ま、ほぼ手をつけていない、開封していないようなタロットカード、同じエジプシャンカードが、うん、2、3セットあって、えー、まあ、エオラさんからもらったカードです。まあ、エオラさんも10年近く前に亡くなってるんだけどね。なので、彼女の形見のようなものとして受け取ったカードっていうこね、形見のカードですね。 で、もう一つ、こっちの、こっちの方の白い、白だったか黒だったか、白い方これが、もしかしたら私が自分で買ったのか、これももらったのか、もうあんまり記憶ないのよね。なんで家にあるのなんだか。よくわかんない。で、結構白黒とか黒白だからね、あの、なんていうか、ま、あの、<laughs> ね、見る人によっては、なんていうか、物足りないなと感じる人もいるかもしれませんが。まあ、今回なんでこれをね、えー、使おうか、使おうとしてるかっていうと、この前ね、TikTok でライブ配信やった時にね、こっちのさっき紹介した、ユニバーサルウェイトのこのタロットカードを使ってたんだけどね。で、画面に出しながら、このカード出ましたよ、なんてね、カードを見せながらやってたんだけど、 どうやらそのカードを見せって、見せながらやってたせいかなんかわかんないけど、TikTok のライブが途中で制限を受けてしまってね、コミュニティガイドラインの違反だ、違反を犯したみたいで、<laughs> 制限がかけられましたっていう、ね、警告が来てしまいまして、で、実際制限かかったんだけどねで、おそらくカードの絵柄になんか問題があったんじゃないかなっていうね、えー、まあ、そんな感じなので、 ちょっと違うカードを使ってみたらいいかなとな。まあ、それで、まあ、今こういうの試してるんだけどね。えー、まあ、カラーの、まあ、きなね、カードを使いたいとこだけど、それだと規制がかかりやすくなる。まあ、な、中でもね、何がいけなかったかっていろいろ考えてみたんだけど、どうやら、あの、タロットカードの悪魔っていうカードがあってね、その悪魔のカードの絵柄がちょっとまずかったんじゃないかなと。 実際その悪魔のカードを見せたその済む後ぐらいにその制限のね警告が来たんだよね。うん、なので、まあ、悪魔のカードってどういうカードかっていうとちょっと人の裸とかね描かれたりしてるので、その辺のところが問題あったのかなっていうね、衝撃的なとか暴力的なみたいなことが書いてあったからね。うんえー、なので、えー、そういう規制がかかりにくい カードなないかなと思ってて考えてみたこの白黒のカードだったらね、まあ、結構裸の姿も多く描かれてはいるんだけど、裸ならごまかせるかな。肌色とかそういう色がなければ <laughs> あの、例えば、おそらく AI かなんかで認識してると思うんだけどね。そういう露骨な絵柄が描かれ、露骨に描かれていても白黒ならうまく誤魔化せるんじゃないかなと思ってね。それで このカードを使ってみようかなと思ってみたわけです。なので次回の TikTok ライブとかではこのカードね実際使ってやってみたいと思ってます。あまり普段から使い慣れてないのでね、えー、占いとしてはちょっと精細にかける可能性はありますが <laughs>。とはいえね、あのー、もらったカードと言いつつも実はこのカード、そのエオラさんっていう人にね、出会うずっと以前にね、私が本当にタロット と占いを、まだ占い師としてデビューする前のね、えー、本当に初期の頃、うん、本当に最初の最初の頃に、初めてに近いぐらいタロットカードに触れたカードの一つです。でこれが最初だったかどうかは記憶にないけど、<laughs> 違う普通のカード多分手にしてたような気はするけどね、うん、興味を持っていくつか買ったうちの一つだったと思います。ね、なので、 私の中のタロットカードに対するイメージのルーツの一つと言ってもいいんだよね。原点というかね、私の中の原点です。だから、全然馴染みがないわけじゃなくて、むしろ私にとってはすごく大事な、えーね、起源とも言えるカードの一つということだねで。まあ、そんなカードでももう、ね、ずっと使ってはいなかったけどね。<laughs> その最初の頃、初期の頃、占い師にデビューする前にちょっと触れた程度で、それ,それ以降はほとんど使ってない。20年以上ずっと <laughs>、ね、触れていなかった、見てもいなかった、そんなカードだと思うけどね。なので、改めてこれ使うとなると、まだ全然こう、馴染みがないのでね、これからまたちょっと馴染んでいこうかなと思ってるけどね、今回はこうやって性別をして、 新たな気持ちで私自身も新たな気持ちでねこのカードを触れていきたいと思ってますで白黒と黒白があるなんてことも全然私は忘れていたというか知らなかったというか <laughs> よく分かんないけどで私が初めて使った方がどっちだったかもよく覚えてないんだよね多分多分白黒の方だと思うんだけどね黒白の方は若干違和感もあるからね でモチーフはエジプシャンタロットカードというくらいだからね、エジプトがモチーフになってんだよね。ファラオとかね、ピラミッドとかね。だけど、ベースとなってるのは大体ウェイト版と一緒なので、すべてのカードをね、イラストで描かれてます。だから読みやすいカードではあると思います。まあ、結構シンプルでね、しかも白黒なので、えーまあ、想像力というか、今、イメージを広げる まあ、必要はあるんだけどね。で、まあ、描かれ方も若干変わっていたりするので、ウェイト版と全く同じような解釈にはならないと思うけどね。まあ、たまにはこうやって違うカードを使ってみるのもいいと思います。うん。まあ、いろんな、こう、なんていうかな、ひらめきとか、発想の転換とか、いろいろできるようになってくると思うね。ずっと同じカードを使ってると、なんか、えー あんまりイメージが広がりにくくなってしまったりね。行き詰まってしまったりとか。まあ、そういうこともあるかもしれないよね。うんはいえー、少し厚手のね、紙だね、うん。なので、えー、シャッフルしたりするときにちょっともたつくというか、まだ馴染んでないうちはうまくいかないかもしれませんが、えー どんどん使ってね、手に馴染むようにしていきたいと思います。サイズは比較的小さめだよね。こんな感じで。だこのサイズ感が結構使いやすいんだよね。だから、そういう意味でも結構使ってたかもしれない、昔。はい、一通りね、78枚のカード、ま煙の中にくぐらせてみました、まあ。こんな風におしゃべりしながらやってていいのか分かんないけど <laughs>、ね、こうやって性別の作業を終えてみました。はい、まあ、こんな感じで、 えー、カードをね、性別するということもやってみてはいかがでしょうか <laughs> やってみたらいかがでしょうかえー、では、今回、まあ、動画はこれぐらいにしておきます。ではまた、バイバイ。